皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか？私はですね、今日はですね、午前中事務所を寄って、その後ですね、道議会へ入りまして、そしてちょっと午後からですね、ちょっと私首がちょっと回らなくなりまして、ちょっと治療に行って、そしてその後道議会で打ち合わせ、とか、あと、GX の関係ですね、その関係の意見交換だったりとかですね、ありました。その後ですね、夕方は、農業関係、またですね、観光関係の方々との会食が続きまして、今帰ってきましたけども、いろいろと、皆さんですね、同職員の方々の移動の歴史、その担当部のいろんな歴史いろいろ聞いてますと、いろいろ勉強になりますね。やっぱり存在感がある方の位置、またいろいろと出向されて、国から出向されている方の感覚、また今道内部でのですね、その人事異動のあり方っていうものもいろいろと勉強になるなと思いました。そんなことで今日はですね、いろんな同職員の方々とコミュニケーションを取れた、有意義な、夕方のお時間となりました。それでは明日からですね、道議会で、委員会の流れになりますけれども、頑張っていきたいと思います。それでは明日もいい一日でありますように。